シマサンゴアナナスエクメアファシャタはパイナップル科の植物の一つ。観賞用に栽培されるアナナスの代表的なもの。密生したピンク色の下水にはツトが目立つ。常緑の多年生草本で着生植物。この類では中型で葉の長さは40から60センチメートル。葉質は硬く、円には黒いトゲが並ぶ。色は能力色で表面に香を吹いて白くなり、 それが、横帯の模様を作る。葉の幅は6センチメートル、16から20枚の葉が、ゆるく筒状に並ぶ。花形は直立して、花は、円錐花序につくが密生して生じる。赤桃色の筒がよく発達しており、その先端は尖り、またその縁には、鋭い巨子がある。花は密生した筒の間に隠れる。額も桃色で、果敢はその先端が、 炭性紫色になる。花は3から4日でしぼむが方はほぼ100日間、その色を保つ。ブラジル南部が原産で高木に着生している。観賞用に栽培される。アナナス類の代表種であり、アナナスの中で最も親しまれていると言われるほどに広く知られた美しい種である。戦術のように花はトに渦漏れ、また、 開花期間が短いのだが、ストが美しくて長くその色を保つため、時には半年にもわたって、干渉に応える。園芸品種としては、不入りのものがあり、福林のアルボマギナタアルボマジナータと中半のバリエ型ベルリガータが知られている。なお、アナナス類は一般に開花後に出る、旧枝を使って繁殖させるが、本種の場合は、これが少なく、種として未生で繁殖させる。 以下、種として、ホンダほか、P544 園芸植物大辞典、P327 以下、種として、園芸植物大辞典、P327 朝山ほか、P164、フィルコックス、P217 ホンダほか、P544 朝山ほか、P164、フィルコックス、P217 園芸植物大辞典、P327 園芸植物大辞典、 フ327ありがとうございます。